皆さんこんにちは、マナルギュビジです。では今回は提督の決断法パープキット、しかもプレイステーション版を新しくプレイ始めていきたいと思っています。提督の決断シリーズはね、こちらのチャンネルでも過去何度かプレイの方させていただいていると思うんですけども、その中でも提督の決断法をプレイステーション版に関してはあまりいいプレイをね、してきていなかったものになるので、初めてご覧になられる方もいらっしゃるかもしれませんし、過去にはヤマト特攻の動画をね、プレイで、やっていたこともあるので、そちらご覧いただいた方もいらっしゃるかもしれません。今回はまた提督の決断法プレイステーション版やっていくんですけども、コンセプトを少し絞っていこうかなと思ってまして、じゃあどんな内容かというと、ズバリ空母を禁止する空母禁止縛りプレイをやっていこうと思っています。じゃあ早速ね、その設定を見ていきましょう。戦艦はね、もちろん使用できる状態なんですが、この空母、これをね、禁止する、まあ、つまり不可にするという設定です。で、航空機はね、当然空母には積めないものの、基地には配備できるので、基地には配備します。これまで禁止するとね、クリアが一気に、難しくなっていきますので、空母は禁止。ただし、基地航空隊は使用可能という内容でプレイの方していきます。では、早速始めていきましょう。シナリオなんですけども、今回はですね、こちらの1941年12月日米海戦をプレイしていきます。だが、イギリスが U ボート対策に力を入れ始めると、戦果は急速に落ち込んだ。レーダーを使うと電波で U ボートの位置が確認できるため、船団が避けて通るようになったのである。一方、太平洋地域では軍備拡張を続ける日本に対し、アメリカは石油の禁輸措置などで対抗する。両国が強硬な態度を譲らず、絶望的な交渉が幕を閉じようとする中、1941年11月23日日本連合艦隊はハワイに向け出航したのである。はい、この日米海戦ですね、提督の決断シリーズはですね、 PC 向けとゲームハード向けで大きくプレイフィールが変わることがあるんですけど、この提督の決断法はそれが特に顕著なのかなと思ってまして、まず一つナレーションに関してなんですけども、 PC 版にはね、こういったナレーションは入っていません。で、見た目もね、全然変わってきます。今回プレイ担当するのは日本をプレイするので、日本を選択して、日本とドイツが同盟、アメリカとイギリスが同盟というね、デフォルトの陣営設定でプレイの方を進めていきましょう。で、画面がね、本当に全然違います。通常マップも違えば、戦闘マップ、戦闘画面、これも全く違いますし、操作性も全然違います。そのあたりもね、まあ、ご紹介できる部分はご紹介しながら、プレイの方は進めていきたいと思います。で、イギリスを支援するアメリカとドイツを支援する我が国との関係も緊迫していると。まあ、そういう状況の中、大本営は来週明けに連合軍に対し戦線を布告。司令長官、つまり僕に関して言うと、海戦と同時にドイツ海軍と協力の上、全海域の制海権確保を目指してほしいと。こういう内容ですね。今回は、空母禁止になっているので、艦隊がどうなっているかというのをちょっと見てみましょう。第一艦隊ですが、戦艦長門、陸奥、伊香、慶順、駆逐艦からなる艦船9隻から編成されている艦隊ですね。長官は、艦隊司令官は山本さんです。続いて、第二艦隊。で、ここは航空戦艦伊勢日向。で、まあ、伊勢日向に関しては使わせてもらおうかなと思います。で、あとは、扶桑とかがね、入っている戦艦4隻からなる、合計12隻の艦隊です。これが第2艦隊。続いて、第3艦隊。まあ、本来この第3艦隊はですね、空母機動部隊、南雲さんの艦隊なんですけども、空母がないので、従順と軽順だけの艦隊になってますね。続いて、第4艦隊。ここもね、戦艦だけ、駆逐艦だけという合計7隻の艦隊になっています。第15艦隊に関しては、軽巡2隻のみというところで、本来ね、第3、第4艦隊が、南雲機動部隊、第1航空艦隊と第2航空艦隊、
第一航空艦隊の第一戦隊と第二戦隊になっているんですけども、ここはね、空母が使えないという条件のもと、空母がごっそりいなくなっているという状況ですね。では他の艦隊も少し大変して、攻撃に向けてですね、準備を整えていきたいと思います。はい、ではですね、艦隊の再編を行いましたので、ご紹介をしていきたいと思います。まず第一艦隊ですが、戦艦2隻入っています。長門と陸奥、山本さんの艦隊ですね。第二艦隊も戦艦4隻変わらずです。で、第15、第16とそれぞれ潜水艦隊を編成しています。これこの後提督を入れてですね、海域の防衛に当てていきたいというふうに思っています。で、あとですね、マレー沖なんですが、ここ結構ポイントになってまして、ここに入っている艦隊がですね、今からご紹介するこの第6艦隊なんですが、ここ戦艦に従順が3、駆逐艦が10と結構火力の出る艦隊になってます。金剛春菜で、あとは高尾というところで、この艦隊をですね、早速攻略に当てていきます。で、もう一つこの第13艦隊もね、従順が5入っているので火力が出る艦隊、この2隻2つの艦隊を使ってですね、早速南シナ海を攻略していきます。なので単移動で南シナ海に突入です。で、残っている第14艦隊はここでマレーを死守してもらうというところですね。で、2個艦隊投入してもう1個投入できるので、これ沖縄から出します。沖縄から出す艦隊なんですが、従順が1隻入っているこの第7艦隊、これを南シナに突入よって、以上の3個艦隊で南シナ海をね、まず取っちゃおうという作戦ですね。南シナ海は鉄、あとは石油お金含めて資源地帯になってるんで、できるだけ早く欲しい場所になっています。で、マーシャル沖、トラック、パラオ、この辺りについては航空隊をね、基地に大増強をかけています。空母に乗せない分航空隊に余裕があるので、これをね、基地航空隊として使おうというところです。まあ、ちょっと一例だけご紹介しましょう、せっかくなんで。航空機の配備状況ですね。これ見てもらうと、トラックの場合3個の飛行場、航空基地があって、それぞれご覧のような編成になってます。特にね、第3飛行場に関しては、これだけ増強をかけているというところです。残っている航空隊も、どうだろう、第3飛行場とかに突っ込んじゃいましょうか。特にね、艦爆艦港、この辺りはいくら配備しておいても全然足りないぐらいで、敵の攻勢が始まったらすり減っていきますので、数を確保しておきます。あとご紹介しておきたいのが、第3第4艦隊、まあ南雲機動部隊であったはずの艦隊なんですけど、空母がいなくなったことによって普通の戦艦艦隊になってます。で、第3第4艦隊をね、ガッチャンコして一つの艦隊にまとめ上げています。これ小笠原沖で待機、敵がね、攻めてきた場合はここで一旦食い止めるという作戦です。で、この小笠原に関してのね、航空機の配備状況もご覧のように、爆撃機と雷撃機を大幅に増やしているという状況です。なので敵がもし攻め入ってくれば、第3第4艦隊を急号した戦艦艦隊とこの飛行場で敵を迎え撃つという作戦ですね。で、船の方なんですけども、大和型の戦艦を1隻と、天竜型の慶巡3隻、それに輸送船を4隻建造しています。これ、ロールアウト次第、新しく艦隊に組み込んでいこうというふうに思っています。では、空母禁止プレイ、ここからですね、艦隊戦の方を始めていきたいと思います。では、作戦開始です。山本さんの第一艦隊はですね、この後、レイテの方に入ってもらって、レイテで敵の艦隊を撃破、これを占領してもらおうと思っています。
では南シナ海戦です。投入する艦隊は先ほどご紹介した従順中心の艦隊3個艦隊を投入します。で、南シナ海の方なんですけども、スパイ入れていないんですが、もう何度もプレイしているので、もう正直南シナ海のどこに、まあ、基地があるのかというのは分かっています。マップの一番下と、上の方に基地ありますので、ここを目指していきましょう。で、何度もお話している通り、今回は空母が使えないので、従順をね、敵の基地に接近させなきゃいけないという戦いになります。第6艦隊。これを下から。第7艦隊は上から入れます。そして第13艦隊も下から入れます。で、時間はですね、日没とともに出撃して空爆を始めていきましょう。敵の艦隊がいるかどうかもうちょっとよく覚えてないんですけど、敵の艦隊がいた場合は艦隊を先に、その後敵のね、基地をこう叩くという順番でいきましょう。久しぶりになってリハーサルもやってないので、操作方法が微妙かもしれないんですけども、PC 版とはもう全く違いますね。こんな感じです。PC 版だとね、俯瞰的な位置、まあ上から見下ろしたような形でプレイできると思うんですけど、全く違いますね。では、第7艦隊ですが、攻撃は、攻撃。そして移動する場所ですけど、基地がこの辺りにあるので、この辺りにまず向かってもらいます。赤い旗が立っているところですね。で、第13艦隊は逆にこの辺りに移動してもらいます。ここにね、敵の基地がもう一つありますからね。攻撃方針は攻撃です。第6艦隊も同じく下から入ってますので、敵の飛行場基地をね、潰しに攻撃中心で入ってもらいましょう。了解。では時間を進めていきます。了解。セレクトボタンで船の名前がね出たりします。で、スタートボタンを押すと操作画面になりますね。カメラモード切り替えとかやるとですね、結構臨場感のあるビューになったりします。まあ、これが見やすいか見やすくないかというのはまた別の問題なんですけど。では、艦隊戦、あるいは敵の基地航空隊との戦い、始めていきます。味方艦隊より入電、駆逐艦。第7艦隊が敵と交戦、まあ敵の飛行場をね、攻撃するところに来てますね。敵の飛行場から、敵の基地から、ご覧のように攻撃を受けているという状態ですね。攻撃を受けているものの、まだ発見には至っていないので、さっさと発見しちゃいましょう。第7艦隊、西村さんが敵の艦隊ようやく発見してくれてます。で、第6艦隊ももうすぐね、敵の飛行場を発見できると思います。第7艦隊はこのまま敵の飛行場の破壊に入ってもらいましょう。では第6艦隊、第13艦隊も敵の飛行場を発見してますので、敵の飛行場の攻撃に移ってもらいます。まあ、こんな感じでね、もう全く PC 版の帝徳の決断王とは、見た目が、戦闘画面の見た目が全く違いますね。指定地点に到着。では、艦砲射撃で敵の飛行場をね、ガンガン潰してもらいましょう。今、画面の右上の方に、時計出てると思うんですけど、3時ですね。敵の航空隊が上がってくる前までに、できればね、相当数を削っておきたいなというふうに思います。さあ、味方の艦隊からね、敵の基地に対してご覧のように砲弾がむちゃくちゃ、どんどん撃ち込まれてるっていう状態ですね。味方艦隊より入電。そしたら第7艦隊は一度退避しましょう。艦隊にダメージが出るとこの後の戦いに響くので、敵の飛行場から
航空機が、ね、飛び立ってくる前までに第7艦隊は一度退避で、第6、第13、まあ、下の方を攻めている艦隊はこのまま夜明けまでにね、もうちょっと削っていきたい、いければいいかなというふうに思います。ギリギリ夜が明けてしまいそうですが、第2飛行場、まあ、下側にあるね、南側にある飛行場は壊滅させることができています。そしたら第6艦隊と第13艦隊も一度離脱しましょう。艦隊のダメージがね、できるだけ少なくて済むように、夜になったらまた残ってるね、もう一つの飛行場を潰しに行きましょう。こちらに見えているのが、まあ、大体5分の1ぐらいですかね、第7艦隊が削ってくれていた、もう一つの飛行場ですね。敵の艦隊はここに今入っていなそうなので、できるだけこのターンで南シナ海は制圧してしまって、まあ、しっかりね、ここを資源を確保できるできればいいかなと思います。了解。では日没が迫ってますので、全艦隊残りの飛行場に向けて、反転して攻撃に向かってもらいたいと思います。第6、第7、第13、全艦隊ですね。では第6艦隊がですね、まあ、戦艦ハルナだと思いますけども、敵の残っている飛行場に向けて砲撃を開始しています。で、第7艦隊はですね、駆逐艦が何隻か、沈められてしまったので、やっぱり拠点攻撃に駆逐艦は使えないですね。従順、できれば戦艦、これがないと拠点攻撃は難しいなというのが改めて分かりましたので、第7艦隊は駆逐艦を、撤退させています。このまま戦艦従順からの砲撃で敵の残っている飛行場、これを破壊していきましょう。飛行場に向けてね、艦隊からご覧のようにすごい火力で、ガンガン砲弾が撃ち込まれているという状況ですね。で、夜なので敵の、まあ、航空隊の攻撃もありませんし、この海域に敵の艦隊もいなそうなので、このままずっと攻撃をしていっちゃいましょう。まあ、こういうビューもね、PC 版ではなかったあの画面なので、まあ、新しく感じつつも、PC 版に慣れてしまってると、少し操作がしづらい、かなって感じてしまう部分もあるんですよね。まあ、ここはやっぱり好みが分かれてくるところだと思うんですけど、これはこれでね、すごく楽しいなっていうと、あと PC 版との一番の違いはですね、一個だけ、一隻だけ、どっかに散りばめておくとかっていうことができないんですよね。艦隊を分離することができないので、そこだけすごく注意が必要だと思います。では、南シナ海のね、攻略完了しました。ここには早速輸送船を配備してですね、貴重な資源を回収できるようにしましょう。艦艇、うわ、駆逐艦結構失ってるな、第7艦隊から。全部で6隻ですかね、失ってますね。ダメージの出たものに関しては一度クレに戻して修復して、できるだけね、まあ失う艦艇を少なくしたい、まあ、駆逐艦を第7艦隊から7隻失っておいて、まあ、どの口が言うんだという話なんですけども、できるだけね、失わないようにプレイをしていきたいので、傷ついた艦艇を分離して別の艦隊としてクレに戻したいと思います。ここはドイツ軍がね、守備よくイギリス軍を壊滅、第9艦隊は壊滅してますね。第2艦隊、第1艦隊からもダメージが出てますね。では次回ですね、第1艦隊、第2艦隊を使って、まあ、レイテを攻略するというのを続けていきたいと思います。今回はここまでにさせていただきたいと思います。